便利ですね。あと調べてて気になったんですけど、うん、アイランドホッピングって言葉が出てきたんですよ。そう、気になる、はい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 、そう、あれ気になってた。31の新しいアイスの味みたいな。なんかね、なんそう、ちょっとポップなね、はい、そう、あの、まあ、島巡りみたいな感じですね。島巡りのことをアイランドホッピングっていうか、まあ、マクタン島とかそのセブ島のリゾートのその前も綺麗なんですけども、うん、はい、そこからボートでですね、あの大体半日ぐらいかけて、はい、いろんな小さな島がありますから、はい、そういうところをこうボートで行って、そこでまた綺麗なスポットに行って、シュノーケリングしたり、うん、あとその島に上陸して、そこであの、あのバーベキューとかランチしたり、そういう形で過ごす。じゃあ各島の一番楽しいやつだけをずっとそうですやってもらう。いいとこ取りみたいな。いいとこで、じゃあ今日はこっちの島だ、今日はこっちの島だ。贅沢な遊びですね。はい、それはアイランドホッピングって言います。それをじゃああらかじめツアー組んでくれてるわけですか。そうです。自分で手続きせずにそれ申し込んだらもう全部やってくれる。申し込んだらもうそれで言ってくれます。いいな、楽だな。じゃあ今日はこっちだな、あっちだなっていうね。いいですね。これやっぱり必ずやっぱりやったらいいと思いますよね。いや、やって行きたいな、それは。じゃあいろんな写真撮れるわけですね。そうです、そうです。1日でじゃあ島4つぐらい巡れたりするわけですね。うん、まあアイランドビックと言いながらも、まあ行くのは多分1つ2つぐらいに島だと思います。あの遊んだりして結構時間かかっちゃうから、シュノーケリングとか。まあまあ移動時間もありますね。そうです、そうです、そうです。シュノーケリングやってみたいですもんね。楽しそう。まあ、もちろんダイビングもいいんですけども、だからシュノーケリング程度でも本当にたくさんの魚綺麗な見れますから。はい。これはおすすめですよ。あとなんか調べたら、はい、蝶々の保護センターがドコールにあるっていうのがあるんですけども、そうですね、あるんですか。あるみたいです。僕も中身ではそこはちょっと言ってなかった。そうなんですね。ごめんなさい、失礼しました。気になってたのが、あの、はい、セブ島で、私女の子なんで、はい、アクセサリーとかなんかあるって、はい、あれはなんかどんなものがあるんですかね。あの貝製品の貝のやつできたやつとかね、はい、あとフィリピンはあの、まあ、あの南洋真珠、真珠もやっぱり安くフィリピンで結構買いたりできます。真珠が安いんですか。真珠です。あ、すごい。天然のやつもありますし、うん、あとあの南洋真珠みたいな、はい、真珠って高いじゃないですか。ね、でフィリピンは割と安く売ってたりしますから、うん、そういうのお土産で買ってくる方もいますし、それ知らなかった。か、安かったらお土産でも買えますね、買える買える買える。日本で買おうと思ったらね、そう、いやもう高くて気軽に渡せないし。セブ島でお土産買って帰ってくる人、あとは例えばあの、まあ、マンゴーのドライマンゴーだとかね、はい、ああいったものもやっぱり言う。ドライマンゴー、うん、これですね。そうです、ドライマンゴーとかね、はいはい、あとあの石鹸ね、パパイヤ石鹸。石鹸、はい、手作り石鹸みたいな。パパイヤ石鹸ってパパイヤ のこれ美白効果があるんですよ。へえ、うん、だからそういったものをお土産に買ってくる人もいるし。パパイヤでできた石鹸なんですか。そうです、パパイヤの方は多分そういった入ってるんでしょうね。パパイヤの匂いするんですかね。匂いの匂いし、で美白効果があるって言われて。うん、確かにいい匂いすると楽しいし、うん、いいですね。いいですね。マンゴーか、じゃあ、うん、マンゴー食べてみていいですか。食べてみます。せっかくだから。ちょっとお腹減ってきたんですよ。そうそう、喋ってるとね、はい、どうぞ。いただきます。どうぞ。おいしい。おいしい。あ、おいしい、うん、甘。これは食べてもおいしいんですけど、うん、これあのヨーグルトに一晩つけておけば、冷蔵庫に入れて、はい、そしたら次の日の朝になったらもう本当に戻ってる、うん、本当に食べれるんですよ。これ美味しいし、うん、戻っちゃう。でもこれなんかドライって言ってもなんかね、半生みたいな、結構しっとりしてて、うんうん、美味しい。美味しい、うん、美味しい。なんかドライフルーツってもっと硬いじゃないですか、結構。そうですね、ガチガチなイメージ、うん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 、これ美味しい。これ、うん、こういうのっていくらぐらいで買えるんですか。いくらぐらい。あ、いろいろピンから金までありますね。すいません、ちょっと忘れちゃいました。これはじゃあ持ってたらめっちゃいいやつなのかもしれない。どうなんだ。すごい美味しい。美味しそう。美味しい。いくらかどこで買えるかもわかんないんですけど、一応おすすめしておきます。うん、ます。いろんな種類になりますから、ね、頑張って探し出してください。めっちゃ美味しいです。大体みんなね、あのフィリピン行ったらあの、まあ、スーパーマーケットが行って結構買いだめしたりしますね。はいはい、あ、そうなんですね。うん、これ美味しいな、ハマるな。そういうところやっぱり安くていいです。うん、スーパーマーケットとかもやっぱ大規模なんですかね。そうですね、大きいですね。うん、なんかあの噂に聞いたんですけど、家具とかも売ってるみたいな。はい、あ、ラタンとかね、いろいろできてるやつもあるし、はい、家具屋さんが結構あるっていうふうに。あるけど、まあ、買ってどうやって持って帰ってくるか。確かに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 送料すごいかかっちゃう。そう、送料が多分高いと思いますね。うん、確かに確かに。でも小物やっぱりいいもの結構ありますから、フィリピンね。まあ、それとも探してもらってもいいし、ね、電気スタンドなんか持って帰れそうだし、うん、頑張ったら。電気スタンドなんかそうかも。うん、梱包をちょっと頑張ったら、うんうん。続いてはジェニファーさんのグルメコーナーでーす。お願いします。お願いします。さて今回は何を。はい、今回はやっぱりフィリピンって果物たくさんあります。そうですよね、はい、でそのフィリピンといえばどんな果物を思いつきます。バナナ。
そう、バナナのイメージだなあとはオレンジとか、オレンジとかね、うん、はい、あとはやっぱりマンゴーですか。マンゴーですね、そう、何と言っても、はい、でこの季節ってマンゴーが一番美味しい季節なんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですね、春、はい、さ、フィリピンでは夏なんです。フィリピンだと夏か、夏にそうなんです。フィリピンってまあ一年中夏なんですけど、はい、もう寒気の3、4、5月が、うん、あの一番果物が美味しい時期なんですよ。あ、そうなんですね、はい、じゃ今まさにマンゴーが美味しい、一番美味しい時期です、うん、マンゴー好きです、ね、好きですよね、嫌いな人いないですよね、うん、これマンゴー料理ですよね。そうですね、実は、はい、あのセブ島に、はい、そのマンゴー尽くしディナーっていうのがあります。マンゴー尽くし、マンゴー尽くしディナー、はい、はい、もうスープからメイン、デザート全部マンゴーが入ってます。デザートだけじゃなくて、そのご飯の部分もメインディッシュもマンゴー、はい、スープからです。スープからマンゴーが入ってます。全部甘いんですか。いや、全部甘いわけではないんですけど甘くないマンゴーってことですか。まあ、売れてるマンゴーを使うんですけども、はい、そのお料理の仕方によってはそんなに甘く感じはいないんですよ、おかずとして。おかずとして、マンゴーおかずにご飯食べるのかな。いや、どうなんだろうえ、パンかないや、ご飯かな、ご飯パンかな。気になる、食べてみたいです。はい、どこで食べれるんでしたっけ。セブ島の、はい、マルコポロプラザホテルっていうところがあるんですけども、そちらのレストランのエルビエントっていうレストランで食べられます。わかりました。いす、はい、気になる、ぜひ皆さんも行ってみてください。行ってみてください。さて、今回もフィリピンのさまざまな情報をお伝えしました、はい、ここでちょっとお知らせなんですけども、はい、こちらです、はい、6月14から17に上野公園でフィリピンエキスポ2018が開催されます、はい、こちらどんなイベントでしょう。こちらはですね、フィリピンのアーティストの方が来てライブを行ったりだとか、あの美味しいフィリピンフードも食べれたりとか、なんと入場無料ということで、はい、ライブもね、無料で見ていただけます。です。ぜひこの機会にフィリピンに行ってみてください、ね、うん、フィリピンのね感じをここでわかると思うんで、うん、僕らも取材に行きますんで、はい、遊びに行くんで、ね、僕らの大ファンの方がいらっしゃいましたら、はい、会場でお会いしましょうぜひ来てくださ い、 はい、ということで今回はここまでということで、はい、はい、以上、もっと楽しいフィリピンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。